マイラ・アンドラーデは、フランスのパリで居住、活動している、カーボベルデの歌手である。アンドラーデは、キューバのハバナで生まれたが、セネガル、アンゴラ、ドイツなどで育った。しかし、彼女は一年のうち、約二ヶ月を、カーボベルデのサンティアゴ島で費やしている。彼女が記憶している最初に歌った曲は、ブラジルのミュージシャン、カエターノベルオーゾによるオレオンジーニョであり、彼女は、 音楽的影響について言及している。アンドラーデは10代の時からしばしば公演し、2001年にはフランス語圏競技大会のソングライティングコンテストに16歳で優勝し、17歳の時にパリでボイスレッスンを始めた。この間、彼女は作曲家のオルランド・パンテラに出会い、彼と共作した。さらにアンドラーデはミンデロやプライなどのカーボベルデの都市や、 リスボンサイモを含むポルトガル語を話す諸地域で講演し始めた。2007年に彼女はプリーズデアドイチェンスカーレスプラチンクリトゥックを獲得した。彼女はまた2008年に BBC ラジオ3アワーズフォーワールドミュージックをも獲得した。ありがとうございます。